さあ始まりました「アマドラ」アマドラ今日は三重県桑名市に向かっております。はい、今が旬のあるものを食べに行きますよ。食べに行くでいいのね、うん、食べます。アマドッチのドライブしよう。アマドラ伊勢湾岸自動車道湾岸桑名インターチェンジを降りておよそ10分。うん、やってきたのは赤塚漁港でございます。漁港なんですね。はい、船が並んでますね。うん、この漁港で取れる、うんうん、アサリとかハマグリみたいなこと？ホタテ？何？戻ってハマグリ。ハマグリ。漁港のすぐ目の前にあるハマグリプラザの食堂では地元で取れた桑名の焼きハマグリが味わえます。ここな、ここ見てほしい。天野さん側こうこうね、こう行くに見せかけて俺落とす。そんな時間ない。定番の水平とかぐちゃぐちゃだからね、もう今開いた。これか。奇跡。赤の瞬間取れましたね。ちょっとこの汁もったいないからな。絶対にこぼしてます。熱いですよ。天野さん熱い熱い。熱い、熱いな。大きい。うまみの滝が、ハマグリのジュースの滝が。うまみ。そこに溜まったスープ今どうしようかな、ご飯にかけようかなと思って。それを俺はスピードという概念で克服しようとしてるから。あっちうわー、美味しい。スピードという概念いけました。すごい。三重県桑名市のハマグリプラザは伊勢湾岸自動車道または東名阪自動車道からおよそ10分です。